こんにちは、育休後コンサルタントの山口理恵です。今日は育休後に子どもが熱を出して会社を休まなければならなくなった時に職場に迷惑がかかるのではないかというご質問に対してお答えしたいと思います。まず子どもはですね、保育園に入ったりするとだいたい初めの年ですね、初年度は20日から30日ぐらいは熱を出すと言われています。これはもちろん個人差があるんですけれども、結構この数字はリアルなところかなというふうに思います。で、じゃあ20日から30日熱を出した時に親が休まなければいけないわけですよね。熱を出すと保育園に預けられないので。でもそれを全部休むか自分が休むかというと、それはまた別の問題ですね。子どもが熱を出す日数についてはこれは成長の過程で、どうしようもないことなので、この発熱の日数を減らすということはできないです。で、これは親の健康管理の問題でもないので、これを減らすことができないとしたら休む日数をどうするかなんですね。で、これは一人の人が全部休もうとすると20日から30日休まなくちゃいけなくて、そうすると有給休暇もなくなってしまいますし、この看護休暇というのが子ども1人に対して5日、支給されるわけですけれども、それを使ってもね、足りなくなってしまうかもしれない。だけどここでですね、自分1人が休むということを考えないことにしましょう。自分1人が休むのではなく、例えばお父さんとお母さんが半々で休む、自分とパートナーですね、自分とパートナーが半々で休んだりとか、あとは病児保育を使ったり、それからもしご両親とかですね、ご家族で子供を見てもらえる人がいるのであれば、そういう人にも休んでもらうことで自分が全部休まなくても済みますね。で、そういったふうにですね、休む人、子供が熱を出した時に見てくれる人をあらかじめたくさん増やしておくというのが一つの考え方としてあるかと思います。で、病児保育っていうのは自治体の病児保育もありますし、あと訪問型ですね、家庭に来てくれる病児保育もありますので、そういったものをですね、結構地域によって差がありますので、自分の地域ではどんなサービスが使えるかっていうのを一回調べておくといいかなと思います。で、先ほども言ったようにこの看護休暇というのが、これ法律で定められているものなんですけれども、もしかすると会社によってはですね、法律で定められている日数よりもさらに多くそういったお休みが使えるかもしれないです。これは、母親と父親どちらもそれぞれ使えるので、夫婦で、分散してですね、そういった休暇を使うことで有給休暇が足りなくなるということを防ぐことができるかなと思います。で、休むっていうことに関してはそちらですね。あとは休む朝はですね、保育園に行ってたんだけど呼び出しがかかって午後からね、帰らなくちゃいけないといった時に、呼び出しがかかった時に誰が帰るかっていうことも問題になると思うんですけど、それも一人で、抱え込まないことですね。夫婦で、どっちかの人が必ず帰んなきゃいけないということではなくて、まあ、基本的にはどっちかが帰る、保育園に近い方の職場の人が帰るということを決めといてもいいんですけれども、場合によっては今日はどうしても帰れない、今日は帰れないけど明日は休めるから今日はあなたがお迎えに行ってもらったら、明日もし子供が熱が下がらなかったら私が休めるからという形で夫婦で連携をとって呼び出し対応するということもぜひ考えておいてください。そして、休む人がね、増えたとしてもやっぱり一人年間10日以上は子どもの熱で休むことになると思うんですよね。で、しかも子どもの熱が出るのは急なことが多いので、職場の人にどうしてもその時には自分の仕事を代わりにやってもらわなきゃいけないということになります。で、そうなった時にですね、毎回慌てるのではなくて、あらかじめ仕事を職場の人と共有しておきましょう。で、自分が急に呼び出しで帰ったりとか、朝急に子どもの熱で来れないって言った時に、誰かに自分の仕事を代わってもらえるような情報共有の仕方を工夫しておくといいですね。
で、仕事のですね、例えば何かそのファイルを作ったりするのであれば、必ず自分のファイルはここにあるからということで、共有の部分にそれを置いておいて、作業の途中でも他の人が見てもらえるようにするとかですね。それからあとはですね、スケジュールを共有しているという人もいます。自分が1日何をするかっていうことについて、共有のね、カレンダーのところに書き込んでおいて、例えばある日休んでしまった時に、彼女は彼は今日は何をする予定なのかなっていうのが他の人にも分かるようにする。あ、今日はこれをやるつもりだったんだなと。じゃあこれについては自分が代わりにできるし、これについてはあの人が代わりにやればいいかなっていうふうにですね、共有するということも、予定をですね共有しておくっていうのも大事なことかなっていうふうに思います。で、最近はですね、例えば今回のコロナの件でも在宅勤務が増えましたけれども、在宅でそのちょっとしたメールのやり取りだとかをすることで、自分が休んでいても職場の人にあまり迷惑をかけないで済むということも可能になってきていますよね。それから半日単位の有給だとかもありますので、半日単位の有給が使える人はですね、例えば夫婦で午前と午後で交代で子供を見るという形でやりくりしている人もいますし、あとその職場によっては時間単位の有給が使えたりとかですね、かなりいろいろな制度が融通が利くようになっていますので、ぜひそういったものを使ってですね、一人の人が長く休む、もしくは何日も休む、でもう一人の人が休まないとかではなくて、夫婦で協力し合いながら休みがなくならないようにですね調整する。そして病児保育とか、場合によってはご両親とかですね、シッターさんが病気の時に来てくれる場合もあると思いますので、それで見てくれる人の数を増やすということも考えてください。そして職場では仕事を共有することで迷惑をかけないようにするということですね。こういった工夫で子どもの発熱の対応については工夫してみてください。あと一つですね、ちょっと自分も経験して思ったのがね、朝なんとなく子どもが調子が悪い、だけど熱はまだ7度までは上がっていないといった時に、どうしようかなって迷うことがありますよね。ありました、私は。で、その時にですね、つい、あ、これだったらちょっとなんとか預けて職場行っちゃおうかなって思うこともあるんですけど、私はそういう時は子どもの、ことをまず考えて、休むようにしてました。まだこれから熱が上がるかもしれない、なんとなく調子悪いって言った時にですね、預けて保育園で調子が悪くなっちゃったら子供がかわいそうですよね。辛い思いをずっとしてることになりますし、あと保育士さんも調子の悪い子がいるとその子にかかりっきりになって他の子が見れなくなってしまったりするので、ちょっと調子悪そうだなと思ったら早めに、お医者さんに連れて行って、で薬をもらったりとかするということ、そっちの方が気持ち的には楽ですね。子供が調子悪くなってるんじゃないかなと思いながら仕事をするよりは、もう思い切って子供の健康第一でした方がトータルで、子供が回復する期間が短くなるかなと思います。で、そういった考え方もね、ぜひ、だんだん慣れていくので、だんだんそういう考え方になっていく方が楽かなと思います。あと仕事ですね、仕事もね、最初慣れないうちは、明日やればいいやと思って帰った時に限って次の日子供が熱を出して、その明日が来なかったっていうことがありました。で、どうしたかっていうと、毎日帰る時に明日子供が熱を出しても大丈夫かなって考えてから帰るというふうな癖をつけるようにしました。で、そういったこともね、気にしながら、お子さんの病気に対応していただければと思います。はい、今日はですね、子供が熱を出して、休まなければいけない時にどうすればいいかということについてお話をしました。まず子供が病気の時に休む人を自分だけじゃなくて増やすということ、そして、いつ休んでもいいように仕事を共有するということ、これをね、心がけていただければと思います。それでは今日は以上にしたいと思います。またお会いしましょう。